どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、JAL が対象者限定でですね、二つね、キャンペーンを打っておりますんで、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、皆さんね、もらえましたでしょうかね。はい、ローソンのアプリで、今ね、アイスコーヒーの S、無料でね、クーポン配っておりますんで、ローソンのアプリね、会員登録されてる方は無料で取れるっていう風になりますんで、ぜひね、こちら取っといてください。ちょっとね、話はずれましたけども、本日はですね、 JAL がね、2つのキャンペーンを対象者ね、限定で、発表しております。こちらね、かなりいい内容になっておりますので、私の動画ね、見られている方は概要欄からですね、公式サイトね、載せておきますんで、ぜひね、ログインして対象かどうかね、チェックしてください。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。ということで、こちらがですね、公式サイトですね。まず一つ目が、ご案内メールを受け取った方限定ということで、漏れなく全員にダブルマイルキャンペーンということで、こちらね、対外渡航支援ということで、こちら国際線にですね、利用された方にですね、ダブルマイルがもらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。ちょっとおかしいな。もう一回ちょっと更新してみますね。ずれてる。いや、治らないですね。ここ被っちゃってますけど、まあ、これ、ちょっと不具合みたいになってんのかな？はい、まあ、このまま行きましょう。エントリー期間が、2023年の8月の23日から、10月の31日、23時59分。搭乗期間が、2023年8月23日から11月30日、23時59分までということで、期間はですね、約3ヶ月ですかね。はい。12月がね、対象外になってますんで、ここはね、注意していただきたいなと思うんですけども、まあ今ね、フライオンポイント2倍キャンペーンもですね、国際線でやっているっていう風になりますんで、これはね、かなり激アツのキャンペーンですよね。いやー、これちょっとね、来てほしいっていう方ね、かなり多かったと思うんですけども、私もね、対象外っていう風になりますんで、もしかしたらね、ステータス持ってる人とかはもしかしたら対象外なのかもしれないんですけども、ちょっとね、これは蓋開けてみないとね、ちょっとわかんない部分があるんで、なんとも言えないですけどね、これめちゃくちゃいいですよね。はい。で、こちらで、ね、キャンペーンの内容ということで、エントリーの上、対象条件にて、JAL、日本発着の JAL 国際線に搭乗した方、全員にダブルマイルをプレゼントということで、こちらね、エントリーが必須になっておりますんでね、エントリー確実に忘れないようにしてください。で、シミュレーションということで、東京、ニューヨークから、片道ね、行っていただくと、6739マイルがね、こちら、獲得することができるんですけども、ちょっとこれね、後で、運賃種別はね、後で見ます。で、片道がね、6739マイルということで、キャンペーン利用すると、13478マイルということで、往復でね、26,956マイルがね、獲得することができてしまいます。いや、やっぱりね、2倍っていうことでね、めちゃくちゃすごいですよね。で、東京シンガポールの場合は、片道3312マイルのところが、6624往復していただくと、13248マイルがね、獲得することができるって言った味になります。いや、これはね、本当にすごいですよね。で、こちらはですね、注意していただきたいのは、日本発着の国際線が対象っていうのと、先ほど言った通りね、エントリーした方が対象っていう風になりますんで、まあ、エントリーはね、こちらの動画はね、見た方はね、すぐエントリーできると思うんですけども、日本発着ながら海外発券とかね、されている方は、こちら日本発着分しかね、対象になりませんので、この点はね、注意してください。で、キャンペーン期間をね、ちょっと先ほど見ましたので、こちらちょっと割愛させていただきますけども、対象運賃ですね、JMB フライトマイル積算対象のビジネス、プレミアムエコノミー、エコノミークラス、個人運賃ということで、こちらね、注意していただきたいんですけども、まあ、ファーストクラスをね、普通の運賃で乗る方ね、まあ、なかなかいないと思うんで、ファーストクラスはいいと思うんですけども、こちらですね、代替運賃も、対象外っていう風になっておりますんで、まあ、ツアーとかですね、あとね、楽天とかのね、パックツアーとかね、まあ、いろんなパックツアーになってるものは、団体運賃に、ね、なってる場合が多いですので、まあ、こちらはね、対象外になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、対象の便と路線ですね、で、日本発着の国際線ということで、残念ながらですね、これね、ハワイとグアムはね、覗かれるということで、ハワイ便とグアム便はね、こちら対象外みたいですね。まあ、やはりね、この2つはあれなんですかね、優勝でもかなり利用する方が多いから、こうなってんのかもしれないですけども、まあ、このね、ハワイ、グアムはね、対象外っていう風になっております。で、フライト選択ページでですね、JAL マークの尾翼型のアイコンが記載されたJL で始まる便名が記載されたものということで、こういったね、感じで、検索するとね、国際線出ると思うんですけども、まあ、こういった感じでね、これだとね、対象っていう感じですね。
はい。ですんで、他社のね、運航便だと、まあ、ここね、アメリカン航空書いてありますけども、まあ、こういった感じでね、他社の便になってた場合は、こちら対象外になるっていうのと、これ JL で始まる便名ね、記載されているものと、こちらね、記載があれば、今回のキャンペーンね、対象っていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。で、エントリー方法はね、こちらからね、エントリーできますし、画面の上部でもね、こちらでもエントリーできますので、エントリーは忘れずにね、していてください。まあ、こういった感じですかね。まあ、フライトマイルね、2倍で獲得できるっていう風になりますんで、これはめちゃくちゃお得ですよね。で、このね、先ほどシミュレーションでね、お見せさせていただいた、まあ、こちらの運賃なんですけども、まあ、こちらね、シミュレーションは積算率 100% の運賃でご利用の場合ということで、まあ、これがね、どういった感じで利用するとこうなるのかっていう話なんですけども、まあ、これがね、JAL 国際線のフライオンポイントのね、計算のね、ページなんですけども、先ほど東京、日本、東京からニューヨークですね。こちらエコノミークラス 100% 運賃って書いてありますよね。これが、運賃のね、積算率になるわけなんですけども、これがね、先ほどのこの6739っていうのは積算率が 100% っていう風になりますんで、まあ、これだとね、この、これですね。このエコノミークラス運賃値 100% っていうのが、まあ、先ほどの計算式っていう風になります。ですので、これで計算していただくと、フライトマイルはね、6739ということで、先ほどのキャンペーンのね、6739と一緒になるっていった味になります。これはね、国際線ね、検索していただくと、詳細を開くの画面にですね、この運賃クラスのね、このクラスごとのね、このアルファベットが、まあ、記載されるんですよね。で、これによってこのここがね、変わってくるっていう風になりますんで、ですね、今回のキャンペーンは、ファーストクラスはね、対象外になっておりますんで、これはね、まあ、利用することっていうか、まあ、対象にはならないんですけども、まあ、ここら辺ですね、ビジネス 125%、ビジネスクラス 70%、エコノミー 100%、70、50、30ということで、まあ、団体運賃はね、対象外になってますけども、まあ、どの運賃もね、多分出てくる可能性はね、ゼロじゃないと思いますので、まあ、ひとまずですね、まあ、ファーストクラスと団体運賃でなければですね、まあ、今回のキャンペーンね、対象になってくるっていう風になりますんで、いくらぐらいね、マイルがもらえるかっていうのはご自身でね、路線とこの運賃入れてね、あとここのクラスをね、よく見ていただいて、計算していただくとですね、ここの数字がね、2倍のマイルがね、もらえるって言った形になりますんで、まあ、こちらはね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、ダブルメリットキャンペーンということで、こちらね、関東9週間対象便限定ということで、こちらもね、対象者限定でね、キャンペーンが来ております。こちらね、ここもちょっとなんか、できてるんですけども、あれなのかな？もしかして今、スクショ撮ってるからちょっとうまくで表示できないのかもしれないですね。こちらのキャンペーンは漏れなくメリット1ということで、対象便搭乗回数かける1000マイル。こちら全員にプレゼントということで、これすごいですよね。1000マイルもらえるってことですよね。で、プラスして、2人に1人に追加で2000マイルプレゼントということで、まあ、こちらは抽選なんですけども、こちらね、漏れなくもらえるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。はい。で、こちらもね、対象者限定ということで、私はね、対象になっておりません。まあ、もしね、エントリーできる方はですね、私対象者でしたっていうコメントをね、まあ、いただければな、なんていうふうに思うんですけども、こちらもね、エントリー必須っていった形になっております。で、キャンペーン期間ですね、エントリー期間が8月の24日から11月の30日まで、搭乗期間が2023年の10月の1日から11月の30日までということで、またね、こちら、11月の6、7、9、11月の2、3、5、23、26は除くということで、まあ、ここ多分、あれですよね、連休とかだと思うんですけども、気をつけていただきたいのは、こちらのキャンペーンはですね、10月の1日からね、搭乗期間ということで、この動画は出てるのね、8月っていう風になりますんで、まあ、ちょっと忘れそうなぐらいね、先のキャンペーンっていう風になりますんで、まあ、この点はね、注意してください。で、今回のね、キャンペーンの概要なんですけども、キャンペーンエントリー後、参加後ですね、東京9週間の路線、2区間以上、対象運賃で搭乗していた方全員に対象便の搭乗回数かける1000マイルをプレゼントいたしますということで、さらに抽選でね、10人1人追加2000マイルプレゼントということで、こちらね、めちゃくちゃいいですよね。で、こちらですね、米印がついてますけども、片道だけでも対象便マイル対象ですということで、まあ、こちらね、片道で利用していただいても OK っていう風になりまして、で、またね、こちら全員に対象、
全員に対象便で、こちらもね、米印ついてますけども、東京九州間特定の便が対象になりますっていった形になります。で、こちらのね、キャンペーンの利用の流れなんですけども、まあ、エントリーしていただいて、対象便をね、予約していただいて、2区間以上ですね。で、片道だけでも OK っていう感じですね。で、2区間搭乗していただくっていった形になります。で、キャンペーンのね、対象のケースということで、2区間搭乗が条件っていう風になっておりまして、対象便の搭乗回数かける1000マイルがね、もらえるっていった形になります。で、マイル付与対象となる場合ということで、往復で利用した場合ですね、往路対象便、袋対象外便。まあ、こちらだとですね、こちらだけ対象になるっていう風になりますんで、2区間搭乗ですね、1000マイルがもらえるっていった形になります。で、往復した場合で、対象便両方ともね、利用していただければ、どちらも対象なんで、2000マイルがね、獲得することができるっていった形になります。で、付与とならない場合ということで、片道だけの場合ですね、片道対象便だけ1区間のみ乗っていただいても、まあ、今回ですね、対象外になるっていった形になります。こちらね、2区間乗らなきゃいけないっていう風になりますんでね、まあ、こちらね、覚えておいていただきたいなっていう風に思います。それでですね、すいません。ちょっとね、PC の方だとね、こちらね、消えちゃうみたいで、今回のね、このダブルメリットキャンペーンなんですけども、対象の運賃種別がね、決まっておりまして、これね、他のところに書いてないんですよね。はい、書いてないですよね。ですんで、ちょっとスマホでね、失礼させていただきますけども、こちらのですね、対象の運賃種別ということで、フレックス、ビジネスフレックス、JAL カード割引、セイバー、スペシャルセイバー、往復セイバー、株主割引、スカイメイト、当日シニア割ということで、こちらの運賃クラスがですね、このダブルメリットキャンペーンのね、対象運賃っていう風になるんですよね。ですんで、これで、2区間ね、利用していただくと、まあ、今回ね、全員に、対象便搭乗回数かける1000マイルがですね、全員にもらえる。またね、10人に1人ですね、2000マイルがね、こちら抽選になりますけども、まあ、もらえるキャンペーンっていう風になるんですよね。で、JAL のね、運賃種別っていうのがね、こういった形になっておりまして、まあ、今回ね、キャンペーンになってるのは、このフレックス、セーバー、スペシャルセーバー、往復セーバーで、このプロモーションはね、対象外になってまして、JAL カード割引、ビジネスフレックス、株主割引、あとスカイメイト、あと当日シニア割でしたよね。まあ、こちらがね、対象になっているっていう風になりますんで、合ってるよね。はい、っていう風になっておりますんで、JAL のね、運賃種別ね、こういった感じでね、4月から変わりましたので、まあ、今回のキャンペーンはですね、ここがね、対象になってるっていう風にはなりますんで、この点もね、覚えておいていただければなと思います。いやね、これはめちゃくちゃいいですよね。で、今回ね、関東九州間対象便限定ということで、下の方にですね、対象のね、シミュレーションがね、載っておりまして、最大 74% オフ、割引運賃シミュレーションということで、東京から福岡線購入した場合ですね、通常運賃51,370円のところ、スペシャルセーバー75日前まで予約していただいて、12,980円。で、往復セーバーでね、利用していただいて、最安運賃で12,331で1からさらに 5% オフということで、早めの予約はねした方がまあお得ですよって言った形でね、利用することができて、さらにね1000マイルがもらえるっていう風になりますんで、まあこういった感じでね、利用してみてはいかがですかっていう感じですかね。で、対象便がですね、決まっておりまして、まあこれね、細かくね全部出ておりますので、まあもし利用されたい方はですね、これね、対象便ね、決まっておりますので、こちらね注意していただきたいななんていう風に思います。公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、まあ、こちらもね、注意して利用していただくのと、まあ、先ほども言った通りですね、この10月の6、7、9、11月の2、3、5、23、26、ここのね、利用することはできませんので、こちらはね、注意していただきたいなと思います。で、最後にね、注意事項ということで、こちらのキャンペーンですね、ボーナス前の積算時期はキャンペーン終了後、12月の末をね、予定しているっていう風になりますんで、結構先にね、付与されるっていう風になりますね。まあ、搭乗期間はね、10月からっていう風になりますんで、まあ、これはこう、まあ、こういった感じになるんですね。で、先ほどのキャンペーンで、ね、ちょっと申し訳ないことに積算時期をね、言い忘れてしまったと思うんですけども、はい、こちらですね、国際線の方ですね。こちらの、キャンペーン2倍は通常マイルとね、同時に積算っていう風になりますんで、このね、国際線ダブルマイルキャンペーンの方はですね、通常のね、マイル付与される時期とね、まあ、同じタイミングで付与されるっていう風になりますんで、こちらもね、覚えておいてください。それではですね、今回ね、2つのキャンペーン紹介させていただいたんですけども、なんとですね、
JAL のプレスリリースがですね、発表されまして、羽田ニューヨーク路線にですね、導入されるエアバス350、ダッシュ1000型機ですね、就航機などを10月2日に発表するっていうことが、分かりました。ということですんで、ちょうどね、1ヶ月ちょいぐらいでですね、このね、羽田ニューヨーク路線ね、新しく新型エアバス350ダッシュ、1000型機ですね、とうとう導入されるわけなんですけども、こちらね、内装等々もですね、こちらね、10月2日に発表しますということで、いやね、これは非常に楽しみですよね。ちょっとね、これはさすがにね、言わなきゃということで、今回ね、紹介させていただきました。このね、新フラッグシップエアバス350、ダッシュ1000型機は11月の下旬にね、羽田ニューヨーク路線にですね、準備を進めてまいりますということで、まあ、ここら辺もですね、就航日であったり、あとね、機内インテリア、機内サービスなどの詳細についても、10月2日改めてご案内いたしますということで、機内ではプライベート感あふれる空間をお続きいただくともに、お客様一人一人に合わせたサービス商品をお届けしますということで、ビジネスクラス個室はね、まあ、ほぼほぼ間違いないんじゃないかなって思ってるんですけども、どうですかね。はい、まあ、こういったね、発表がね、プレスリリースで発表されておりますので、まあ、こちらもね、気になる方はぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回ですね、JAL がね、対象者限定で、キャンペーンで発表いたしましたので、解説ね、させていただいたわけなんですけども、まあ、どちらのキャンペーンもですね、非常にね、いいキャンペーンっていうふうになりますんで、対象かどうかですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。まあ、あとね、エアバス350ダッシュ1000型機ですね、とうとうね、11月下旬にね、就航するわけなんですけども、10月2日にですね、この就航日とね、また機内インテリア等々もね、発表になるということで、非常に楽しみですね。はい、ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントで、ね、やっておりますんで、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。